日本の政治をですね、日本の国内だけで考えてると実は本当のことはわからないんですね。残念ながらですけども、今の日本、まあ、戦争に負けてからの日本っていうのは、完全な独立国家とは言えない状態なんですよね。植民地とまで言わないけれども従属国。大国に守ってもらう、従属国なんですね。でそれは憲法9条で自国を守ることが禁じられていますので、どっかの大きい国に守ってもらうしかないというのが現状なんですね。はい。それで、かつては日本の一番の敵だったアメリカに負けて、でアメリカに占領された結果、戦後の日本というのは、基本的にそのアメリカのですね、従属国なんですよ。だから、アメリカ軍がずっと日本に駐留しているわけですよね。はい、在日米軍ですね。これ韓国も同じことです。はい。に対してですね、その日本をこうアメリカから切り離してで自分の方にこう引き寄せようとしてやってきたのが、ロシアと中国なんですよ。冷戦期の前半はですね、ロシア、当時の名前でいうとソビエト連邦、共産党ロシアですね、これが盛んにその日本国内にこう工作を仕掛けてきて、で、要するに、アメリカべったりの、自民党政権を倒せということをずっとやってきました。はい。でそのために何やったかというと、労働組合ですねの中にだんだんこう浸透していってですね、でつまり君たちが、貧しい、ね、生活を続けて賃金が全く上がらないのはなぜかとね、それは一握りの金持ちが、資本家が富を独占して君たちをね、ただ働きさせてるからであって、でこの一握りの、資本家どもの手先が自民党なんだと、そしてそのバックには資本主義のボスであるアメリカがいるんであって、だからこのアメリカと大企業と自民党がこう組んでいて日本がをダメにしてるんだから、それをひっくり返すためには社会党に一票をってずっとやってきたけど、はい。で、社会党がだんだんこう力を持ってきてしまった結果、それに反対するですね、勢力、これ一応保守勢力って言いますけども、保守勢力もともと2つあったんですよ。吉田茂の自由党とですね、鳩山一郎の民主党っていうのがあって、これも凄まじい喧嘩してたんですよね。簡単に言うと、アメリカの占領を受け入れて、その中で日本は、軽武装ね、アメリカがお作りになった憲法を守って、もう安全保障外交はアメリカに任せやって、で日本はひたすらその金儲けに専念しようという路線、これが吉田茂です。吉田ドクトリンっていうのね。でこれが吉田自由党って言って、その一方で、いやいやいや、そのアメリカのにね、そんなヒーコラヒーコラするのは不本意であるとね、我が日本は日本の道を行くんだみたいな、ちょっと民族派のですね、硬派なグループ、これが鳩山一郎の民主党だったんですよ。だからマッカーサーからは睨まれて、公職追放って言って、この民主党の政治家は追放されちゃったりしたんですけども、朝鮮戦争ですよ。朝鮮戦争始まって、いよいよその、ね、ソビエト陣営がですね、当時はソ連、中国、ノースコリアはなんか一枚岩に見えたんで、これがガーッと南下してくるということで、これやばいっていうことで、その
吉田自由党と鳩山民主党が仲直りをして、で作ったのが、自由民主党、これが1955年、でそれ以来、まあ、大体こう3つ勢力があって、うちのその2対1になったんですよ。2対1で 2を自民党が抑えていて、で1を、社会党が抑えているということで、ここにですね、自民党の長期政権というものができたんですが、一方で、社会党もですね、3分の1を常に抑えていたので憲法改正ができない。それがずっとできなかったのはこの社会党の存在、そのバックにいたソ連の存在なんですよね。はい。で、この吉田のグループと、まあ、ライバル関係だったのが、そのもともとの、鳩山のですね、民族派ですよね。はい。で、鳩山一郎はですね、ソビエトとの国交回復なんかをやりまして、日ソ共同宣言ですね。はい。で、まあ、北方領土問題は、まあ、ちょっと棚上げにして、後回しにして、まあ、とりあえず、ソ連と国交を結びましょうということで、まあ、これは、アメリカべったりに対する、まあ、一種の反動なんですけれども、まあ、あと同時にですね、ほら、大戦末期にソ連がね、攻め込んできて、日ソ中立条約を破ってね、で、日本の兵隊さんがですね、60万人、満州とかノースコリアとかカラフトにいた日本兵がですね、捕まってたんですよ、ソ連で。で、シベリアでですね、強制労働させられていたとね。で、国交が開けないとその返還ができないんですよ。うん。だから、まずその鳩山はですね、モスクワに飛んで、でちょうどスターリンが死んだ後なんで、次の指導者のフルシュフターってですね、でその日ソ共同宣言やって、で、日本人のですね、元日本兵をですね、釣り戻すっていうことをやりました。はい。まあ、これは鳩山の業績ですよね。うん。だから、鳩山一郎って人はですね、まあ、非常にその愛国者っていうか、まあ、民族派だったんですよ。うん。だから今の鳩山さんを見て、鳩山ってちょっとあれじゃないって思ったら、ちょっと違うんですね。うん。今の鳩山さん、まあ、お孫さんはですね、まあ、ある段階で、あの人はですね、なんか宇宙人にこう、入れ替わっちゃった人なんで、うん。ちょっとあの人はちょっと特別なんですね。はい。で、その後、をついたのが、岸さんでね、岸信介さん。はい。で、岸さんっていう人は、戦争中のですね、東条内閣の、商工大臣だったんですよ。はい。ただし、その東条内閣のやり方にですね、彼はものすごい反対してですね、で、最後にはその東条首相にですね、退陣を迫るというところまで言った人なんですね。で、この人ももともとはもうバリバリの官僚ですね、岸信介さん。はい。なので、戦後は一時期その戦争犯罪人ということで GHQ に捕まってたんだけども、結局、まあ、東条とちゃんと戦ってるっていうことで、釈放されました。はい。で、この岸さんがやったのがですね、日米安保条約の改定ってやつで、最初の安保条約ってのも完全にもう属国と結んだ、条約で、で例えばですね、日本の国内でなんか内乱が起こった時にですね、アメリカ軍が勝手に出動してですね、鎮圧できるみたいな、まあ、そういう、もう内政干渉もできるみたいな、そういう内容だったんですよ。うん。でそれを、まあ、少なくともですね、表面上は対等なものにするというのが、安保条約改定、これが1960年、はい、
だからその属国だった日本を少しでも独立国に近づけようとしたのが60年安保ってやつなんですね。なんですよ。ところがそれをですね、日米関係の強化と考えたソビエトがですね、これに猛烈に反対をしまして、でそのソビエトの意を受けた日本社会党や労働組合や、学生運動ですね、これがですね、もう国会を囲んじゃって大騒ぎになってね、で安保反対、安保反対ってもう、なんかもう革命前夜みたいになっちゃってですね、でもそのデモやってる人のほとんどはその安保条約が何が変わるのか分かんなかったっていうですね、もう話ですよ。で結局ですね、国会は、自民党が多数ですから、安保条約改定は通りまして、でその、一応混乱を招いたという責任を負う形で岸さんは、辞任するということなんですね。でその後で、総選挙、衆議院の総選挙をやるんですよ。で結果どうなったかというと、自民党が圧勝しました。つまり、安保反対、安保反対で騒いでいたのは、もう東京のその国会の周りだけであって、日本国民のほとんどは安保賛成だったということですよ、これは。これがね、60年安保といって、で、これをもうピークにして、労働運動、学生運動がさーっともう潮が引くように引いていく、その、ターニングポイントですね。吉田茂っていう人は、もともと、外務官僚だった人なんですね。で、彼が引退する時に、後継者をですね、何人か育てまして、で、よく吉田学校なんていうんですけども、その中にですね、池田勇人と佐藤栄作っていうですね、2人の若手の官僚がいました。で、池田勇人はですね、大蔵官僚、今の財務官僚ですね。で、佐藤栄作の方は通産官僚、今の、経済産業省ですね、経産官僚ですね。で、戦争でもうめちゃめちゃになった日本をですね、立て直して、で、国民を豊かにするためには、そのやっぱり、実務能力がなきゃダメだということで、この2人を、吉田は後継者にしたわけですね。で、池田勇人さん。で、池田勇人っていうとね、所得倍増計画って言って、日本人の収入を倍にしますっていうことをぶち上げて、とにかく産業、産業、産業、経済、経済、経済っていうことで、高度経済成長っていうのをですね、実現した内閣なんですよ。だけどそれはですね、別に彼が政治に興味なかったわけじゃなくて、その革命運動が盛んになるっていうのは貧困なんですね。貧困、つまり社会主義、ソビエトの、目指していた社会主義っていうのが、貧困層を救うということを看板にしてきたんですよ。だから日本でも貧しい、労働者、農民、労働組合が社会党の方にくっついていたわけで、ということは国民が豊かになれば、こういう社会主義勢力っていうのは衰退するっていうことを見抜いたんですよ、池田勇人は。彼は大蔵官僚だったんだけど、ものすごくその経済的なセンスがあった人ですね。で、これが大成功を収めて、だからその池田の経済政策の成功で、学生運動、社会主義運動がこう衰退したっていうことが言えるんですよね。で、その池田の成功を象徴するのが、1964年の最初の東京オリンピックの大成功。で、新幹線が通って、高速道路が通ってっていう、この時代が、池田時代でした。だからこの人はもうちょっと長くやってほしかったんですが、がんを発症しちゃってですね、で、東京オリンピックの開会式は病室から見てたんで、間もなく亡くなってしまったんですね。で、次がですね、同じ吉田学校の、仲間だった佐藤栄作。で、佐藤栄作がですね、やったのが沖縄の返還ですね。で、沖縄はずっと米軍がですね、占領していたんですけども、日本に返してくださいと。その代わり米軍はいてもいいですと。
っていうのは沖縄の位置ですね、あれはその中国の、に対する防波堤になってるわけで、だから、アメリカはですね、あそこから米軍撤収はありえないと。そこで佐藤はですね、じゃあ米軍いてもいいから、少なくとも沖縄を日本に返してくださいということで、これが、沖縄の本土復帰という話です。で、この佐藤っていう人がものすごい長くやりましてですね、で、まあ、大体60年代ずっと佐藤さんで、で、元の吉田派をですね、2つに分けまして、で、その池田勇人のグループ、これ宏池会と言います。でもう一個が佐藤のグループで、でこの佐藤のグループをですね、後に田中角栄って人がですね、いわばの乗っ取るということになっていくんですね。